えー、私の知人でですね、えー、Y さんという女性がいるんですよ、まあ、とても明るくてあの楽しい方なんですけどねこの Y さんも、えー、とかつてある奇妙な現場に、えー、居合わせてしまったことがあるという話を聞かせてくれたんですそれは、えー、この Y さんの実家での出来事なんですよ Y さんの実家でですねあのー、まあ確か和室の方って言ってましたがえー あある日本人形が部屋に置いてあったそうなんですよねその人形というのはガラスケースに入れられていてで大体年に1度か2度ぐらい、えー、Y さんの母親がその人形の掃除をしてガラスケースをきれいに拭いてで、えー、棚の上に飾るということをやっていたそうなんですよね。Y さんが生まれた時からその人形、えー、記憶してる時からあったみたいで、えー、その人形がいつ誰によって持ってこられたものなのか。 そこは、y、さん、詳しくは知らないそうなんですけどね、まあ、ただそんな人形が Y さんの実家にはあったそうなんですよでこれはですね、Y さんが、えー、確か中学生ぐらいの頃って言ってましたかね、えー、夜家族で、えー、食卓でご飯を食べていたそうですすると突然母親が「いた!」って言って左手の指をくーっと押さえたんです 大丈夫って家族みんなでそのの母親のところに行ったんですよねそしたら母親指を握りしめたまま「分かんなくて今突然すっごい痛みが走った」って言うんですよね。母親が押さえている指をふっと離すと母親の薬指ちょうどそうですね第一関節と第二関節の間ぐらいそこがざっくり切れていたそうです。 何かまるで鋭利な刃物で切ったようなそんな傷跡がついていたそして血がどくどくと流れていたんですよ母親は特にどっかにぶつけたり、まあ、当然そんな刃物に触れたような記憶はないって言うんですよね突然見たら切れていて血が流れていたというんです、まあ、慌てて、えー、とりあえずですね板んそを貼ってでそれだけでは足りないんで指の上からぐるぐると包帯を巻いてなんとか応急処置をしたんですよね、まあ、そんんなことがが、あったんですが その次の次日なんですよ夜また家族で食事をしていたするとまた母親が突然「いた!」って言って指を押さえたんですどうしたのみんなで母親のところに集まって見たんですよねそしたら昨日怪我をした母親の小指のあたりですかね小指はいそこ包帯で巻いてあるんですが 巻いてある包帯の内側からじわりと赤い血液がにじんでいるのが分かったんです慌ててその包帯解いてですね指を確認したら昨日母親の小指についていた、えー、その切り傷そのすぐ下にまた新しい切り傷がついていたんですそして血がドクドクと流れていたこれ一体どう,どうしたことかと みんなそう思ったんですが母親が突然もしかしてそう言って一人、えー、食卓を出て和室の方に向かって行ったんですよね和室んついて行ったそうですそしたら母親和室の棚の上に置いてある人形のガラスケースを見てあやっぱりこれだって言ったんですよね見ると、えー、その日本人形が入ってあるガラスケース、えー、そのガラスケースの正面の、えー、蓋が少し開いていたんですが その空いているその隙間にその日本人形の左手の薬指が挟まっていたそうですおそらく掃除をして蓋を閉めた時に指が少し外に出ているのを気づかずに挟んでしまったんでしょうね慌てて Y さんの母親はそれを人形を中に入れて蓋をきちんと閉め直したそうですそれ以来そのような出来事は二度となかったそうなんですが Y さんいまだにその時の出来事が非常にこう頭にこぶりついていて 未だにあの人形を見るのが恐ろしいという話をしてくれました最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録高評価コメントしてくれると嬉しいです次回の動画もお楽しみに